え、ちょっと待って、頭にドラえ ドラえもんの生首被った少年がいるんだけど やばい ドラえもん殺したのか やばいどうも皆様です、ということですね。今回久しぶりマインクラフト放送中を、こちらのね、アナと雪の女王のマップやりたい。待って、また見切れてるわ。チャンク抜けで。まあ、アナと雪の女王のね、お城のマップでやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。毎回そうだけどさ、僕のマイクラ放送中変なスキンの人しか来ないんだけど、ほらもう、なんかこの、気持ち悪いカービィとかさ、気持ち悪い鳥とかさ、抽選お願いします、亀くん。あ、ちょっと待て僕が、ハンターになってしまったようだ。僕がハンターになってしまったようだ。はい、ということでですね。僕が、ハンターになってしまいました。皆さん、よろしくお願いします。いや、これは勝ちたいわ。うん。4、3、2、1。カチーンということで、3分後にハンターが起き出します。なので、残り時間12分から、僕はね、みんなを殺戮することになります。よろしくお願いします。ということで、ほぼ半分は、向こうのお城の方に入っていったかな？うん、なんかラグくなって大丈夫。なんかラグいい感じするけど、大丈夫かな？手前の方に、あー、ちょっとびっくりチキンが歩いていった。うん、なんか向こうにさ、いるんだよね。向こうに一人、なんか歩いてるやつが。とりあえず、行動開始になったら、あそこの湖ちょっと探索してみるわ。ね。河野太郎くん。あ、死んだキジ太郎、殺しちゃった。あれ、カービィだな、あれ。キモいカービィが一人、また、お城の中へと入っていきました。はい、でもそろそろ、始まりますよ。1。はい。始まりました。オッケー。で、なんか、ロールバックがすごい。待て。え？見て、皆さん。あ、動けなくなりました、皆さん。助けてほしい。あ、オッケー、治った。あぶねえ。不具合があってびっくりしたけど、なんかここら辺なんか一人いた気がするんだよな。でも、ここを探すよりかは、一旦、ここのね、中の方、ここをね、ここに行った方がいいかなって僕は思うんですよ。だよね、多分。で、ここのね、お城の中からまず探索していこうかなと。で、今回の参加者、全員ちょっと僕のこと舐めてるので、しっかりここでね、制裁を下していきたいなと、思います。あ、あれ？なんかいるぞ。あ。なんかおるな。一旦、最上階まで登って、何試合かやったので、一回何試合かやったってなんか日本語おかしいな。何試合かやってきてるので、とりあえず、どっから上登るんだっけ、待って、どっから上登るんだっけ、待って。マップを全く把握してない男なんで。待って、やばい。階段がわかんない、階段の場所。階段どこだったっけ、上に登る。これ怒られるぞ。お前がこのマップ作ったんだろって怒られるぞ。どこだっけ、階段って。あ、待って。完全に忘れた。あれ？待って、ここですげえロスタイムなんだよな。あ、あった、ここだ。オッケーオッケー。で、こっから上登って、ここの、うわぁ、なんだ、ロールバックしたぞ。あ、待って、あ、ジョーナーどっかにチェストを設置した。中には通す、待って、もうロールバックがひどいよ。なんで、なんでロールバックすんの？なんでロールバックすんの？ほら、見て。え、見て。見てみんな。あ、みんなもロールバックしたのかな？ラグかっただけか。階段レストランかな？階段レストランって何？赤い。無限階段みたいな話あったの、そういえば階段レストランに。あい、行ってー。誰、レイムいなくなってるし。待って。とりあえず、二人は見つけたい。ここら辺にいそうなんだよね。いるんじゃね、ほら。どこ行ったのかな。マジでいないわ。マジでいないわ。どこ行ったんだ、みんな。ミッションやってないのかい、みんな。ミッションやってる、みんな。息してる？ミッションやってる、みんな息してる？どこ行ったんだ？多分ね、いや、この中の館の中にね、数人いるのは確かあんだわ。さては隠れてるな、誰か。さ、レイムがいる。レイムいた、レイムいた。レイムいた、レイムいた。レイムいるわ。お前だ！おら！おら、倒した。
ハクレイレイムさん倒しました。よろしくお願いします。何がよろしくか全く わかんないんですけど、とりあえず2人倒したので、復活ミッションをクリアさせられない限り、ハンターをミッション失敗したらハンターがね2人増えちゃうっていうミッションがあるんですけど、それをねちょっと僕が阻止すれば多分勝ちは確定するので、ちょっとこれ頑張りたい。あそこに今なんか向こうにさ行ったんだよね、なんか誰かが向こうに誰か行ったんだよ。誰誰どこどこ、なんかここら辺にいるな多分。この家か、この家にいそうじゃない？待って、あ、来た。城の入り口付近に雪だるまが入ってるチェストを設置した。残り時間4分までに雪だるまを城の中の土台にセットしなさいというねミッションです。で、このミッションクリアできないと、僕がさっき捕まえた奴らの中から2人ね、ハンターになっちゃうので、僕の仲間が増えちゃうので、皆さん気をつけてください。そう、お前もだ。チョコバナナ見つけました。いいよいいよ。で、ちなみに、雪だるまの頭は、この中に入ってるので、このね中に入ってる皆さん取ってくださいね。あ、なんかいるぞ。あ、なんかいるぞ向こうに。あ、スパイダーマンだ。スパイダーマンおるわ。助けて。助けてください。あー、いるねお前ら。見つけてやろうか。まずスパイダーマンがミッションにすごく積極的なので、じゃスパイダーマンを倒したい先に。うん、スパイダーマンがおらん。どこ行ったんだろう。いや、ちょっと、あそこ、取りに行ったかな、多分。あー、あそこにスパイダーマンいるわ。多分、スパイダーマン、取りましたね、多分。雪だるまの頭取ったわ。お前、よしよし、オッケーオッケー。ヨッシーさん見つけました。よし。多分、スパイダーマンはね、雪だるまの頭取ってるわ。あ、だが、あと残りは8人。これは、勝てるかもしれないよ。あと残り4分までに、雪だるまを死守できれば、雪だるまの頭を置かれるのを死守できれば、二人ハンターが増えるので、これはもう僕の勝ちと言っても過言ではないのではないだろうかっていう、そういうわけでもないでしょ、ですか？で、この最上階に行く方法が僕は全くよくわかってなくて、あ、こっちだ。ここなんだ、多分。待って。ここからね、最上階に行けるんだわ。こっから最上階行けるんだわ。来た。で、どこだっけ？どこだっけ？最上階ってどこだっけ？最上階ってなんだっけ、そもそも。あ、ここだ。で、ほら、ここに。あー、チェストの中、この中に、雪だるまが入ってる。雪玉？鬼の動きを止める。ハンターの動きを止める雪玉が入ってるんですけど、誰が取ってる雪玉？気をつけないとな。で、ちなみに、雪だるまはこちらの方にあります。はい、このね、青色のビーコンが立ってるところです。はい。だが僕は絶対に雪だるまを、はい、押させません。ということで、これはミッション失敗かな？あ、ミッション失敗してるわ。オッケー、ミッション失敗。ハンターが2人追加された。お、で、あ、チョコバナナと、レイム。チョコバナナとレイムがね、2人、僕の仲間になってくれました。オッケー。あ、待って。復活ミッションで復活させられた。速攻復活させるやん。誰が復活させた？フランスさんか。フランスさんが復活させたので、復活させたやつは、あんな感じでね、罰として、罰というか、あんな感じでね、音が鳴ります。お前は終わりだ。お前は終わりだ。ほら、あれ、ほら、あれ、ほら、ほら、オッケー。かわいそうに。仲間のために自分の体を売ったんだな、お前は。ほら。なんか、アヘガオカービィがいる。このカービィ絶対アヘガオだよね。恐ろしい。いつで見ても恐ろしいよ、このカービィ。うん。はい。復活が不可能。あ、残り時間3分になっちゃったので、復活が不可能になっちゃいました。はははは。あとは、どうだ？あとなんだ？アクサーさん、びっくりチキン、キジ太郎さん、ナポム、チャード、ソータ、ヨッシーの、9人が生き残ってます。ちょっと、頑張ろうぜ。頑張ろうぜ、みんな。チョコバナナとレイム頑張ろう。みんなで見つけ、いるあいつ殴ろうぜ。待って、おしこ、あいつ、あ、こんにちはー。どけって言っちゃった。見つけました。あ、きいよいよいよ。ね、向こうになんかいるんだよな、ほら。向こうになんかいるんだわ。待って。あ今なんか渡ったぞ、今。あ、なんかいるな。僕が、今、気づいたことに気づいてないぞ。一旦ね、屋根に登ろうぜ、屋根。屋根に一旦登って、来た。城の中の赤い洋物に乗ったレバーを設置した。残り時間が、30秒になるまで、
起動させなければ、牢屋のすべてのプレイヤーがハンターとなるということで、で、なんの、今、あ、待って、今、し、待って、こいつ見つけた。ごめん、説明は後にするわ。お前を倒す。はっ、待って。やばいやばい。あ、気づかれたか。あ、ちょっと、めっちゃ逃げる、めっちゃ逃げる、こいつ。お前は逃がさないかんな。許さないかんな。橋本カーンナです。おら、うまい、めっちゃ逃げるの、お前、この人。うわ、くそ、全然倒せない。逃げ足がすげえ。はっ、倒せる。え、こんな近づいてるの倒せないの？待って。倒した、オッケーオッケー。アクサーさん倒しました。ちょっとラグいな。ラグい、ちょっと、ラグさがちょっと気になるけど、あと残り30秒までに、この今灰色になってる、もう名前が灰色になってる人がミッション失敗になると、鬼になる奴らなので、赤色のレバーが押されない限り、これは勝てますよ。うん。あということで、残りの、僕たちがね、倒した、奴らは全員鬼になってしまいました。そして、居場所がね、全員把握出てきます。なので、あそこにね、青い光があるじゃないですか。あそこの青い光は、多分全員ね、奴です。奴らです。隠れてる奴らです。あ。あれだ。あ、倒した。ラグすぎる、倒した。ちょっと待って、ごめん、時間全く見てなかった。ごめん、最後なんか、ナメプしてさ、なんかゆっくり倒しちゃったら、時間せ、そっか、残り時間30秒だったの忘れてたわ。最後は、ムサ、シャード、ソーダ、ヨッシーの4人が、5人？ 4人だね、4人。4人が、生き残るという結果になりました。おめでとうございます。鬼がね、大量発生したところまでは、熱かったと思うんだわ、演出的には。で、僕がちょっとナメプしたのが悪かったかなっていうのが、今回の反省かな。あとちょっともう少しマップもね、ちょっと改良していきたいなと思いました。ということで、またね、この企画新しくして、またやろうかなと思うので、よかったらまた次もね、皆さん参加、そして視聴の方よろしくお願いします。運営の神くんも向こうに、神様みたいに立ってるんだけど、ありがとう、神くん。ということですね。皆さん、お疲れ様でした。ということで、この良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、また見てください。それでは、この、気色悪いカービィを見て終わりましょう。それでは皆さん、せーの。バイバイ。消えた！カービィ消えた今。